こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。本日は初滑りファンセッションをキロロで行っております。イエーイ。というわけでですね、参加者の皆さんからちょっと、ね、質問タイムをね行ってみたいと思います。はい、では質問ある人。はい、はい、では坂本さんお願いします。フラトリの練習をする上で、はい、この技をできるまで追い続けた方がいいのか、はい、ちょっとできないのを続いちゃった時はなんか他の技も挑戦してみたりした方がいいのかな、はいはい、あるよね、あるよね、そういうのよくあるよ、ね、特に僕は一人でやることが多いんで、はい、たまに人と滑る時じゃないと正解が分かんない、うんうんうん、誰かに見てもらうのか分かんないので、はい、練習する時はどういう感じで、はい、分かりますでやった方がいいのかな、はい、よく、うん、同じ悩みを抱えてる人いっぱいいると思いますよね。僕もすげえ昔よくありました。まあ僕今でもあるかな。今でも一つの技やりたいと思ってもできないですけど、はい、そういうお悩みをね持ってる方いらっしゃると思います。そうですね、僕の経験談も踏まえてお伝えしたいと思います。まあ、結論から先に話すと、まあ、要約すると、まあ、要するに練習してる時に一つの技をやってって、あ、できない、どうしよう、ちょっと。スランプというか、まあ、元々できない技がスランプじゃないんだけど、もうできないっていうのを悩んだ時にそれをやり続けて突破した方がいいのか、それとも一旦他の技をやった方がいいのかって感じだと思うんで、はい、じゃあ結論から言います。結論から言うと他の技をやりましょう。はい、もうこれはね、僕も経験して分かってることなんですけど、人間って考えれば考えるほど余計ダメになるんですよ。これは本当に一つの技を突き詰めて、もちろん何だろう、オリンピックとかやってる競技者レベルの人がこの大会で勝つためにこの技できないとダメっていう人もいるじゃないですか。その人は多分その技に特化していろんな方向からアプローチして練習していくんで、多分練習するプロじゃないですか、彼なんて。だからいいんですけど、僕たち素人なんで基本的には練習の正しい正解への導くその線路を引かれてない状態で練習するじゃないですか。手探りでこれ合ってんのかな違うのかな、これ合ってんのかな違うのかな、なんで結局その練習方法すら考えながら滑ってるんですよね。でコーチがいたらそれ教えてくれるからいいと思う。コーチがいないんで教えてくれないから、じゃあその実際やってる方法が間違ってることを何回も繰り返していったら、それって意味ない練習になるじゃないですか。じゃあ誰だっけな、これダルビッシュさんかな、 の有名な名言で、努力は報われるけど考えない努力は報われないっていう、まあ、努力ってやればやるほど報われそうな感じするじゃないですか。でも頭使って考えて正解を導き出した上で努力すればそれはゴールに近づくけど、全然それがゴールから違う方向に努力しちゃったらそれって違うよね、やればやるほど余計迷路に入っちゃうよねっていう感じになっちゃうので、基本的にはなんかこれアプローチしてってなんかこれって違うなみたいな、上手くならないなって思ったらそこで変に考えすぎちゃって迷路に入ってスノーボードが楽しくなくなるよりも、一回他の技でできれば、まあ、そのいつも やれてる技でもいいし、逆にちょっとだけ頑張ればある程度答えが見えてる技ってあるんですか、得意な技のちょっとアレンジとか、うん、そういう方にちょっと一回逃げて、一回逃げてあげて、そこでまたこれ上達するのってやっぱ楽しいよなっていうのを何回か繰り返してるうちに、たまにねヒントが見つかるんですよ、スノーボードって。あれ、この動きしてる時のこの感覚ってあの時やりたかった技のこの感覚と似てるなみたいな、ちょっとこれ試してみよう、できたみたいなヒントが結構転がってて、自分も結構そういうのあって、いやこの技どうやるんだろうなみたいな、すげえ見るだけじゃ、人の見てるだけじゃ分かんないなみたいなあれしてても、ふと他の技やってたらこの動きだ、ソネってあるじゃないですか、技ソネ結構僕苦手で、私すっごい悩んでたんですよ。いやソネって一体どんな力の、ね、外力が働いてこの回転力を得てるんだろうみたいな、一回逆方向に板振ってんのにあのあとあのプリンって回るって感覚ってどっから力もらってんのかなってすごい分かんなくって、でいろいろやってる結果、いやできないなできないなって言って、でその時たまたまアンディのハウトゥーの撮影してたんですよね。アンディの撮影をしてた時に、あれこの感覚後半それと一緒だみたいな、結局ってアンディの場合僕グーフィーから入るんで、グーフィーから右足で入ってってそこをグッて踏んでって、今度力をテールからノーズに脱がしていくんですよ。そのタイミングで弾くのってそれで最初テールに乗ってそこからノーズに弾く動きと後半一緒なんですよ。じゃあただ単にそれってそのアンディの後半の動きを無理やりではないんですよ、ヒールエッジ出かけてってアンディ打ってんだって感じでやったらできたの。ああそういうことだったっていうようなヒント
グランドトリックの技って基本の技ができてくると余計そういうのが 回ってきて、あの応用が効く、でそして上手くなるのがすごくあると思うので、ぜひあの練習しちゃって思いっきり楽しめばいいと思います、はい、基本は楽しむのが基本です、はい、以上となります、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。